秘秘密密基基地。おたの秘密基地。のキラメコゼ動画をご覧の皆さん、こんにちはオタワです今日紹介するおもちゃは、コロマシン戦隊キラメージャー、デラックス、マシン・ザ・ビューンド <laughs> お,<ー>おー、全国のガング野郎、集結せよ今回の動画が面白かったら、チャンネル登録と、熱い高評価、どうぞよろしくお願いしますそれから、ちびっこもぜひ、大人と一緒に見てね それでは早速レビュー行こうマシンザビューンこれね、新たなマシンです。これはね、まだ劇中には登場してないんだけど、この名前がまずいいよね。覚醒せよ水面をかける音速のマシンデラックスマシンザビューン超人ザビューンとかね、大賢人ズバーンとか、もうなんかこう、東映の <laughs>。 なんていうのかな何とも言えない、この分かりやすい名前、うん。これが好きですね。伝説の勇者、ダガーンとかね。もういいか。<laughs> こんな感じです。パッケージの大きさは、そうだね、今までのアイテムと比べて、少し大きめとなっているんだけど、こう薄くなってますね。ちゃんと6人、キラメジャーたちが映っています。背面はこんな感じ。で、今回のマシン・ザ・ビューン、単体ではロボットにならないんですね。 別売りのマシンエクスプレスと合体することによって、キングエクスプレスザビューンになります。他にもね、4種の武器に変形。槍モードとか、バズーカモード。最大連結時約7、700ミリね。マシンザビューン、長い。後ろ側にね、マシンエクスプレスが合体しています。さあ、それではね、中身を取り出します。 カッターナイフを使うときは気をつけてね。じゃーん中身を取り出しました !3 つのパーツが入っています。ザビューン、前。ザビューン、後ろ。そして中。というわけでね、早速組み立てて、ストーンモードにします。これ綺麗だね。後でね、じっくり見ていこう。まずはこの真ん中のパーツを、中央部分で折り曲げる。そしたらさらに折り曲げて、ここでロック。 そうするとこのようになります。後ろ。これがね、ジョイントですね。ここがジョイント。まずは後ろから取り付けていこう。ここにね、ジョイントがあります。あとは位置決めの凸もあります。これもね、意識しましょう。で、合体させるときはここのジョイントを接続し、さらに、ここにね、穴が開いています。なのでね、反対側にこう取り付けられないように、ね、ちゃんと考えられています。こういうことですね。 こそしたら、反対側。これはね、ここと、ここにあります。これを、ここに、これにね、取り付ければ、完成マシン・ザ・ビューンのキラメイストーンモード早速ね、近くで見ていこう後でね、紹介するんだけど、ファイアとか、ま、新蒸気と大体同じぐらいのサイズになっています。大型のやつですね。ここは綺麗だね。 こうマシンドリジャンのあのストーンと同じ色味のクリアパーツになってて、こうラメのフレークが入っています。あとはね、中のきらめいシールが綺麗ですね。こんな感じになっています。パッと見ね、マシン蒸気と似てるなというところなんだけど、実は完全新規となっています。こんな感じ。というわけでね、マシン蒸気、えー、ストーンモードとね、比較するとこんな感じ。うん、大きさ同じ。 本当にね、細かいとこ見ると。全然ね、造形が違うんだよね。こんな感じ。あとは色味もいいよね。黒に対しての白。で、紫と赤。うん。ちょっとこう、アクセントカラーが違うところもいいですね。比較するとこんな感じ。じゃん他のキラメイストーンも一緒に並べてみました。ドリちゃんも一緒に並べよう。こんな感じになります。さあ、それではね、マシン・ザ・ビューに変形させよう。 今回のマシンザビューン。オタファテクニカルレベルズバリ3。そんなにね、難しくないです。それでは行こう。まずは、さっき取り付けた、前と後ろを取り外し、この中のパーツを伸ばす。か。正面がね、こっちになります。裏はこっち。レッドのラインがないです。このようにしたら、後ろがこっち。でね、これ今回ね、ジョイントがかなりガッチリしています。せーの。 このように押し込むそしたらこっち側が前これをここにせーのおっかてちょっと待って <laughs> 意外とね結構硬いですこのようにね取り付けるさあそしたら最後ここにヒレがありますこのヒレパーツを展開すればこれで完成マシン・ザ・ミューン 簡単なギミックで変形しました頭部というかねこう先頭の部分はこのようになっていますこうやっぱり最後に展開したこのヒレが効いてるねザビューンは何て言うのかな強いて言えばこうサメがモチーフになってるのかなと僕はイメージでね思いましたサムライ戦隊、えー、シンケンジャーの恐竜折り紙にも少しこう似ているようなあ顔かなと思いましたうんとにかく長いですでねこの後ろ側のここの部分がね回ります 回るギミックがねねあありますここ、ね、なんかありまますすこここななんんか感じでねとにかくねこう外れないのがいいねこの辺ね殺そうこうできます男は黙って殺そうこう比較いこうマシン蒸気ーーと一緒に並べるとこんな感じ造形が全然違うのとあとねちょっと分かりづらいんだけどこっち手前にしようかこのね尻尾の部分マシン蒸気ーーの尻尾の部分を含めると このね、マシン蒸気の方がちょっと長い。今回のザビューの方がちょっと短いけど、まあ、ボリューム的には大体同じかなという感じ。先頭部分見比べるとこんな感じですね。さあ、そしたらね、後ろ部分にマシンエクスプレスを合体させます。連結方法はこういうやつですね。シンプルです。じゃん合体させるとこんな感じ。さらに長くなります。このさあ、 マシンエクスプレスのレッドのこのラインが今回のマシンザビューンとねこう繋がるってところがすごくいいなと思いました離れてみるとこんな感じ余談なんだけどさ僕の前の机だったらさ <laughs> これ置くことすらできなかったかもしれないボリュームがかなりありますでねジョイントががっちりしてるんでもう簡単に外れないですウェポンシリーズ以外のキラメイマシーン全部一気に並べるとこんな感じ さあ、それではね、マシンエクスプレス取り外して、マシンザビエのね、連動ギミックを紹介します。ランドメージが書いてあったんでね、これと遊びます。あ、で、説明書がこれなんだけども、その4つのモードの説明って、こう書いてないんですよね。なので、ちょっとこう、まあ、パッケージの絵を見ながら、まあ、僕だったらこうやって遊ぶなっていうやつでね、ちょっと紹介していきます。まずはね、やりモード。ここを引っ張って、 これ、ね、後ろを取る。多分ね、取った状態で、ここにね、ジョイントがあります。この中のところのジョイントを展開。これがね、要は持ち手になるわけですね。そしたらランドメイジの武器持ち手の穴ここに、このようにね、取り付ければ、じゃんすべてを突きさせ、槍モード。<laughs> あ、なるほどっていう感じの遊び方ですね。 まあ多分説明書に書いてなかったけど、これは多分ね、取るんじゃないかなと思います。<laughs> 槍の状態はこんな感じですね。いいね。なんかさっき恐竜折り紙って言ったけど、ちょっとこうオーベー、オーバースケールな感じのあ槍モードですね。槍モードこんな感じ。さあ次。ジュスクリューモード。さっきのね、ジョイントを収納し、えー、中を外す。これがあまり、さっきのね、後ろ。 これの後ろ側に、こうね、ジョイントが出てくるわけです。で、前も、ここからジョイントが出てくると。で、これをこう、両手に持たせるような感じですね。それぞれを、このように、持たせれば、これで完成打ちまくれジュースクリューーモードさっきパッケージの紹介の時ね、これちょっと飛ばしてたんだけど <laughs>、ま、このようになります。 で、こっち側のさ、後ろはスクリュー砲なんで、さっき言ったようにね、ここがくるくる回るわけですね。ああ、なるほど。これがスクリュー砲。で、このザビューンの頭部がね、砲身になるわけだ。10& スクリュー砲モードはこんな感じ。さあ、そしたら、最後がね、バズーカ砲モード。これがあまり、今度はこれを使うわけですね。これは洗在画像だと、 左腕に持たせて赤のラインがこっちに来てると。で、まあ、さっきのこのジョイントですね。まあ、これをこういう風に持たせる。はたまた反対側にもこうあるんだよね。まあ、だから、あ、これは使わないか。うん、だからやっぱこうなるかね。これで、こうね、手に持たせれば。これで完成ドカンと一発バズーカモード <laughs> ま、こんな感じになりますね。 なるほど。全部をこう使うわけじゃなくて、それぞれがうまい具合にね、こういろいろ組み合わせて、こう、何て言うのかな、モードを再現するみたいな感じか。で、遊び方としてはさ、要するに、まあこうでもいいわけだよね。スクリュー法とバズーカでもよし。なのでさ、うん、これをさ、こういうふうに持たせてもいいわけだ。じゃんそうするとね、このようになります。こんな感じでね、自由に、こう他のね、ロボットたちに持たせてもいいと思います。 マシンザビュン。4種の武器モードの遊び方はこんな感じ。さあ、お待たせ合体行こうマシン合体ちょっとね、味わいながら行こうじゃないか。後ろにね、エクスプレスがあります。エクスプレス。まずは取り外し、後ろ、中、ここ前。ね、このように分けます。そしたら、えっ、ー、とね、これが腕になるわけですね。右、 左さあそしたらこの中の部分を折り曲げてこのようにするそうするとねこれが足になりますさあそしたらねマシンエクスプレスこの合体パターンいいよねこれはね今までと同じですこのようにし下半身と接続さあそしたら今度はここをね展開します ロックを外し、こうですね。そしたら、上のところにね、接続します。うん。そうするとね、このようになり、えー、左腕。そしたら、反対側。これを、接続したら、さあ、そして最後。このパーツね、これがヘッドギアになります。これはね、 カチッと止まってます。このように取り外し、ヘッドギアを装着。これはね、この横のフックのところ、これをこういう感じで引っ掛けるような感じなんですね。これを取り付ければ、これで完成キングエクスプレスザビューンだ <laughs> おー見事にね、合体しました。音速の巨人 キングエクスプレスザビューン。この名前もかっこいいし、いめっちゃ清涼感のあるいい色だね。早速手に持ってみよう、うん。全身が鮮やかなホワイトに。この頭部もさ、後いじっくり見ていくけどさ、ちょっと大きくなったあ見栄えになるのがポイントだね、うん。この色味の統一感がとってもいい。改めて全体見るとこんな感じです。このクリアーパーツのところも大変効いています。 はあ、この辺変わってないのにね。やっぱこのヘッドギアがかなり効いてるな横。そして後ろ。もうね、このホワイトカラーがとっても綺麗。近くで見ていこうまずは頭部のアップ新規のこの頭部、いいよね。この横の周りがこうギザギザしてて、うん、本当になんかちょっとこうパワーアップした感じだよね。ちょっと一回撮ってみようか。こう左右のね、こう何て言うのかな、力をこう入れると簡単に撮れます。 はあ、before。そうだよね。頭部の造形ちょっと小さいなーなんてちょっと思ってたんだけど、はあ、こういう展開が来るとはね、思わなかった。うーん、非常にいい顔。よーく見ると鼻と口があるタイプだね。胸部周り。これね、エクスプレスと、このザビューの一体感があります。これがね、前の部分だね。あー、なんていうのかな。なんか攻撃方法のこうイメージが浮かぶ。 でね、これ水だからさ、うん、ここからあの水がこうバーって出てきそうだよね。足回りこんな感じ、うん。ここがね、とにかく綺麗です。後ろ。あ、そうそうそう、余談なんだけど、この、なんていうのかな、僕このつま先がすごく好きです。なんかロボットのこうシュッとした感じの、うん、足先となっててね、非常にいいです。 で、可動範囲なんだけども、まあ、キングエクスプレスの時同様ですね。まあ、腕を上げる。お、ちょ、ちょ、ちょ、ごめんなさい。うん。上に上げると、やっぱり取れるという感じでね。このクリック自体は、男の8クリック。まあ、このぐらいがベストかないいね。こんな感じです。水中に、こうね、特化した機体なのかな他のね、ロボットとも比較しよう。あ、ロボットの前に、まずはさ、スモークジョギー。 スモッグ蒸気一緒に並べたいよね一緒に並べるとこんな感じうんそうだねだからこれが足になってたりとかまあ腕になってたりするんだけどああ全然違うねこういうバリエーションがあるところがいいねそれからキラメイジン一緒に並べるとこんな感じうんやっぱねこう頭部に結構ボリュームがあるなという感じがするというか まあやっと普通サイズになったかなという感じだね。ちょっと近くで見るとこんな感じだね。うん。いいわ。ギガントドリラー。一緒に並べるとこんな感じ。うん。よく見るとアクセントカラーに、これもオレンジがちょっと入ってるんだね。一緒に並べても非常にいい感じだ。どれも今年の戦隊ロボっぽくね、こう、キラッとしています。あとはスモークジョキこれもね、一緒に合わせて4体で一気に並べるとこんな感じです。 で、ここからはおまけ。スモーク蒸気、改めてちょっと見比べてみよう。足の時はこういう感じになってました。すべてのモードでね、造形が違います。まあ、完全新規なんでね。あの、大まかには似てても全然違うかなという感じ。で、そっくりね、入れ替えてみました。<laughs> まあね、これ、キングエクスプレスのヘッドギアがこう新しくついた。 だけバージョンなんだけどね。あだから、だいたい元はこういう感じだったわけですね。一通りの遊び方はこんな感じ。というわけで今回のマシン戦隊キラメイジャーデラックスマシンザビューン音速の巨神キングエクスプレスザビューンのレビューいかがだったでしょうかこうね。一緒に触って遊んだ気持ちになってもらえたなら本当に嬉しく思います。なんか例年だとなんかこう水、水は夏。 夏といえば劇場版みたいな感じでこの時期になるとこう劇場版のアイテムがこう出るような時期なんだけどまあこれは本編に登場するのかななんかこう商品構成的には劇場版の問いっぽい感じするけどねうんこれ劇中の活躍がすごい楽しみです でねさらにおまけ言うとね、いろいろね、合体ジョイントがあるかどうかとかね、結構くまなく見たんだけどうーん、なんか使えそうなのは、こういう何、あの <laughs> あの各部あの、いろんなね、ウェポンの時に出したジョイントとか、なんかこれぐらいかな、あとはスモーク蒸気のところとあんまり変わらなかったけど、うん今後なんか、さらなる合体とかもあるかもしれないよね、うん、という、まあ、本当にね、本編も含めてね、今後がとっても楽しみですね。僕はとっても気に入りました 気になった方、ぜひゲットしてみてください。今回の動画、面白かったら楽しかった。俺もキラメージャーが好きだ。マシンザービュー気に入ったという方、チャンネル登録と熱い高評価、どうぞよろしくお願いします。いつも本当に励みになります。それから僕は Twitter もやっています。Twitter のフォローもどうぞよろしく。あとはどんなことでも結構です。おー、たま、これは俺のめっちゃタイプだよ、とか。あー、ヘッドギアがついてさらにかっこよくなったね、とか。 あ、オタファ、俺も本編見てるよとか。あんな学園生活送ってみたかったねとか。<laughs> あ、オタファ、他にもね、歴代戦隊のあれをレビューしてくれと言ったね、リクエストなど。どんなことでも結構です。みんなからのコメント待ってます。それでは、次の動画でお会いいたしましょう。オタファでしたまたねー 闇夜の終結せよ、ミッションを繰り出せよ、変形が与え憧れてた夢のトランスフォー若さの君密聞き。